やあ、せつな気をつけてよ。皆さん、熊と一緒っていう熊を育成するゲームをやっていくよ。何これ、初めてのスマホアプリの実況なのに、しょっぱなからこれかよ。このゲームね、ダウンロードページの説明欄にこういうことが書かれていました。家でヒグマを飼いたいと思ったことはありませんか？私はありません。お前ないんかい？まあ、何にせよさ、クマを育成することができるっていうシミュレーションのゲームらしいですね。 でもね、どうもね、この真ん中のクマね、 育てるには向いてないような見た目をしてるんだよね。ああ、始めよう。野生のヒグマが遊びに来ました。中に入れてまいりましょう。 この目つき、絶対俺のことを餌だと思ってるな、これ。こんなやつ入れていいんだろうか。 うん、はい。 重量すげえな、お前。しかもあったそばから殴ってくるが、おっと、お腹が空いているみたいです。餌をあげましょう。ちょっと俺が殴られたことに関しては無視ですかね。え、ナエターさん、俺が殴られたことに関しては無視ですか。 っていうか、餌をあげましょうって、どっちかって言ったら俺が餌になりそうなところなんですけど、ねえ。餌ですか。これボタン押して俺のこと出てこんだろうな。なあ。はい。ああ、よかった。俺に出てこんかったわ。リンゴに、かぼちゃに、魚に、ミミズ？クマはミミズく？くんか、ミミズなんか。あと、タバコ？ なタバコふかすかね、クマって。 最近のクマって、ね、タバコふかすかな。 とりあえずリンゴあげようか。はい。 なんだその愛らしいハート、お前。 かぼちゃも食っとけ、お前。 あー、見た目に似合ってないハート出すな、お前。 魚好きだろ、クマやけん。 機嫌が良くないみたいです。撫でてあげましょう。じゃあ今のハートなんやねん。 今のハート機嫌良かったっていうハートじゃないよ、お前。 ギャルゲーとしか見たことないようなハート出しやがって、お前。 撫でなあかんの？ 手持ってかれん？手持ってかれん？大丈夫？なあ。はい。あ、ちょっと。あははは。いきなり襲ってきましたけど、攻撃されたら対面よくボタンをタップして防ぎましょう。あ、そういうゲームなの、これ。 ちょっと、ね、たびたびこういうことがあるんだったらさ、ちょっと俺の人生お先に真っ暗なんですけど。 ちょっと怪我をしてしまいましたね。回復キットで体力を回復しましょう。ちょっとじゃねえよ、お前。 あの名残やり方は絶対ちょっとじゃなかったし、お前。 回復アイテム用意してくれたんじゃん、お前。 なんで怪我する前提で育ってたんだろう、俺も。おもちゃで遊ばせてみましょう。はいはい、おもちゃはね。 ああ、熊のぬいぐるみじゃ。はい。 いや、もうちょい丁寧に扱えや、お前。 熊のぬいぐるみ、もうちょい丁寧に扱えや、お前。 遊び疲れたみたいですね。寝かせましょう。はあ。わかりました。はい。 めっちゃ寝相いいやん、こいつ。 なんこいつ、入ってきて2分でいきなりこんな 熟睡し始めたぞ、お前。 この家絶対いきなり自分のもんだと思っとんじゃないの、お前。熊に名前をつけてあげましょう。名前ね、名前か。ひふみにしよう。空っぽになると危険です。豆に帰ってきて世話をしてあげましょう。ああ、そう。仲良しを100%して友達になりましょう。 いや、こっちは相手のことを友達だと思っとってもさ、相手がこちらこそ餌としか持ってないかもしれないよ。ああ。 とりあえずネオやな。ああ。写真撮れた。 スクショ撮れた。 寝相撮っちゃった。
あ、起こせた。起こせるんだこれ。ちょっと。やばい、これタイミングよく。おい、あー、よし、じゃあ、いけたわ。なんこれ、これ回復アイテム、動画を視聴して回復キット入手しますか。宣伝のやつ、スマホアプリでよく見る宣伝のやつ、お前。死にたくなかったらこの動画を見て宣伝しようできない、やめろ、お前。来たわー、おし。なんか慣れてきた。し、この手のやつなんなんこれ。ソファー、どうしたん。どうしたん、ソファーがなんか絵柄変わっただね。変わったぞ、お前。どういうこと、どういうことなんか俺の家がどんどんこいつ向けになってきた。こいつを絵柄似たような感じになってきたけど。勝手に俺の家を変えるのやめてくれませんか。ちょっとゲージが少ないなと、これか。困るぬいぐるみ。あと、よう見たら、俺のデスクトップにもなんか、ミミズ映っとるし。あ、ちょっと来たが。ほえ、おい。もういい、お前は寝とけ、ひふみん。あ、ひふみん。行くぜ。え。最強のタバコを育てて、ライバルに差をつけろ。育ててるのはクマだよ。